はい、皆さん、こんにちは。ルートチャンネルです。えー、それではね、今日も、えー、ソリューシブツジアクの解説とは行きたいと思います。えー、前回、えー、からですね、まあ加速筋いうのビーム実験っていうのを、えー、まあ、やってます。それで、えー、っと、はい、今日はこの2回目ですね。はい。後半戦ということで。で、今日は、えー、っと、まあニュートリノの CPU、対象性の破れ、 に関してのまあ話をまあ簡単にね紹介したいと思います。えっと、ま、あここにちょっとまあね、あのヒッグスタンさんのまあニュー、えぇ、ー、漫画が、四コマ漫画があって、ちょっとまあこれ2017年に書かれたやつなので、えっと、すまあ数字が少しあのあのの古いと、データが少し古い、あの、古いところがあるんですけども、まあ後でその新しいやつを、あの、ちゃんとみあの紹介しようと思います。はい。 えっと、まず一コマ目で、まあ、j パークさんが、スーパーカミオカンデさんに、まあ、カミオカンデちゃんに、ミューニュートリノというのと、反ミューニューというのをいっぱい投げたじゃんって言ってますよね。で、えっと、これがニュートリノ振動で、電子ニュートリノや、反電子ニュートリノに変わったのを見つけたよと。これですね。はい。で、その、ま、ミューニュートリノというのと、その反粒子の反ミューニューというのが、同じ性質って考えて、見つかる数を予想すると。 すると、えー、と何が起きるかっていうと、えー、と電子ニュートリノは予想よりもいっぱい見つかっている。まあ、つまりミオ、未ニ入というのが、ニュートリノの振動を起こして、電子ニュートリノになったということですね。でこの電子ニュートリノは、これは予想,予想よりもたくさん見つかったと。と逆に、反電子ニュートリノは、えー、と予想よりもまあ少ない数。これ9個で、一方でこっち、実際に見つかった、予想は9個で、実際に見つかった7個と。 まあこれだけだったらちょっとまだわかんねえじゃんって言うかもしれないですけど、後でちょっとまたね、あの、近い、あの、最近の結果またお見せします。で、まあ、えっと、これでニュートリノと反ニュートリノの接戦ちょっと違うのかなと。ね。ということで、まあ、これが、今日はこの話をしたいと思います。はい。え、それでまあ、ちょっとざっくりとね、前回の復習をしたいと思います。えっと、まあ、T2K 実験ですね。あのい、 日本で行われている、まあ、さの一番最新の、えーまあ、加速器ニュートリノを使った実験というのは、まあ、t 2系実験だと。まあ、東,東海村え J パークから、えー、作った、人工的に作ったミューニュートリノを飛ばして295キロ飛ばして、神、えー、岡、スーパー神岡で,で見ると。で、まあ、ミューニュートリノを飛ばして、それがどう観測されるか。 で、この電子ニュートリノたまに、たまにミオンニュートリノが電子ニュートリノに、えー、ニュートリノ振動して、それで、ね、まあ変わってるのが、まあ発見されると。で、まあこの利点としては、えー、まあいつね、えー、と、いつどこで、どれぐらいのね、えー、ニュートリノを、どんなニュ、どんなニュートリノを作ったかっていうかね、 えー、作って飛ばしたかっていうのが分かるというのが、まあ、この加速金というのの,の、まあ、あの、大きなメリットでした。はい。まあ、ざっくりね、復習するとこんな感じです。はい。えー、それでこれが、この、えー、図は、まあ、2020年に書かれた、えー、ヒグスタンさんの、まあ、あのー、図で、まあ、数字とかも、あのー、 新しくななったももんですけどもこれをちょっと使わさせていただこうと思うんですけども、えっとまあ、何が重要かというと、まあ、これ過去の動画で、ね、あの話したと思うんですけども物質と半物質の数が、ね、の話をしたと思うんですけども、えっと、物質半物質非対称の問題です。えっとまあ、過去の動画では、ねまあ、物質優勢あの話したと思うんですけども えっとまあ、多分素粒子の物理学のその観点から言うと多分より正確な言葉っていうのは多分物質、反物質の非対称だと思うんですよ、まあ、なんですけどまあちょっと過去の動画ではやさ優しめの動画を作ったのでちょっとあえてね物質優勢というねあのまあワードを使わせていただきましたはいじゃあ書いていきますね という感じで、まあ、あのこれも過去,の過去の動画で話したよう、ね、に、条件の一つに CP 対称線の破れが必要だと、まあ。ざっくり言うと、物質と半物質の様子、まあ、というか振る舞いが違うと。うん、でさっきあの表紙にあった漫画で、えっと、なんだろう、電子ニュートリノだと多く現れたけど、反電子ニュートリノだと少なかったとかね。そういった えー、話がね、えー、あったと思う、ね。まあ、それですね。あの、性質の違いですね。はい。で、実は、あのー、この性質の違いっていうのは、実は、あの、クオークではね、あの、すでに、あの、説明されてる。クオークでは、まあ、CP 対象性が破れてるっていうのは、これはもう分かってる話なんです。でただ、問題は、これだけだと、説明できないんですね。この物質の、物質、反物質、非対称問題。はい。 をえっと、解決できないんですよ。数が全然足らないんですよ。なので、まあ、クォーク以外でも破れてるんじゃないかと。それで注目されてるのがニュートリオなんですね。はい。はい、えっと、まああの、まだ破れてるかどうかはまだ、ね、分かってないんで、カモトね。 こういうふうに書いておきました。はい。で、それで注目されているのが、ニュートリノの、えーまあ、CP 対象性と。はい。えっと、まあちょっと、えー、っと、まあこのね、漫画を使って説明させていただこうかと思うんですけども、えっと、まずね、j p ーク側で、えっと、ミューニュートリノをたくさんね作るわけですね。ミューニュートリノをたくさん作ると。で 飛ばしているうちに、えー、一部が、ね、電子乳というのに変わると。で、この数を、ねえー、測るわけですね。そしたら、予 <laughs> 想よりも多く、90個見つかったと。はい、で、一方で、えー、っと、また別のときに、今度は反乳乳というのを作って、これも飛ばしたと。そしたら、やはり一部は乳乳の振動で。 変わって半電子ニュというのになるわけなんですけども、これが15個だと。はいまあ、こっちは予想よりも多くて、まあ、こっちは予想よりも小さいですね。はい、予想よりも少ないんですね。で、これが何か言えると、電子ニュというのは変わりやすくて、半電子ニュというのは変わりにくいかもしれないんです。まだこれ確定じゃないんでね。はい、なので、まあ、ちょっと粒子と半粒子の違いが、まあ、見えてきたのかもしれないし、まあ、もしこれが、ね、確実なものとなれば、 えー、なんで宇宙がね、えー、物質ばっかなのか、まあ、つまり物質非、えー、物質、反物質の、まあ、非対称性の問題の頻度になるかもしれないと。では、まあ、この CP 対称性の破れっていうのは、えー、っと、あれですね、ニュートリノ振動の動画で、えー、話したと思うんですけど、このデルタ CP ですね。 これに対応します。はい。えっと、混合行列。えー、混合行列の中にありましたよね。はい。これを、まあ、あの、測定します。それで、最新の結果だと、 えっと、このデルタ CP の取り得る範囲。はい。このね、えっ、ー、と、デルタ CP の取り得る範囲の,の、まあ、半分近く。まあ、これでデルタ CP なんで、これはあの角度になるんですね。はい。まあ、0から180度なんですけども、えっ、ー、と、この半分近くの範囲をですね、 えーまあ3シグマでえ排除するような結果が今出てます。はいえっと、まあこれが、ねえっと、現状なんですけども、まあ、今後はね多分まだまだ測定続けるとと,ともに、えっと、もし、ねえーハ,イえー、ハイパーカミオカンデとかができたら、まあ、もしかしたら T2、えー、東海2ハイパーカミオカンデみたいなのが、ね、もしかしたら、ね、やるかもしれないと。 そうするとね、今以上に、えっ、ー、と、よりね、高い、えー、より高いね、実験結果。どより高い精度で実験ができるかもし、えー、れませんので、まあ、交互を期待と。いうことで、まあ、この話はね、今日はね、あのー、終わり、終わりにしたいなと、思います。はい。まあ、ちょっと短いかもしれないんですけど、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは。